アニメーション映画の幅をこう広げてくれたっていう、あの非常に映画としてこうあのアニメーション映画を楽しむっていう風なものを非常に目指された人なんじゃないかという気がして、監督のこと一言で言うと天才でも嫌なやつ、いろんな自分が作家が関わってきた人たちの中でもこの感触で見れる作品を作る人っていうのがそもそもいない。だからまあやっぱり早く 出てきたのかなという気はしますし、彼の力のあることは僕が見出したわけでも何でもなくて、みんなが分かってたらやろうかなって彼が思ってくれた、それがきっかけというかそのままドーンと行っちゃったっていうことだと思いますけど。Satoshi Kon is one of the great filmmakers of the last 30 years. He's a master. Maybe this is really reductive, but I often go back to Kubrick. I can't think of many films that have that kind of power. He's like the Hitchcock of the anime industry. He was also a great mentor and teacher, as well as an activist who was trying to improve the animation industry for its creators.要するに彼は、ね、失敗することとかミスが許せない男だった。そこまで誰かと一緒に仕事をして決定的に愛でなくなったっていうことは、ね、そうそうないと思う。初めて見た時は涙が止まりませんでした。バカ野郎、会えば会うほど謎が深まるような方でした。 A lot of people in live action are chasingSatoshi Kon feel that level of immersiveness. ありがとうございました。